く咲き、紅銀杏。大きな花火の中に3個の花火が重なり、合計40に咲く花火です。日本最高峰の芸術作品をご覧ください。候補の芸術作品、はい、また続きます。続いては八重市錦鴨の先大々点滅。真ん中に二重に重なる花火の外側に黄金色でゆっくりしだれる花火、そしてその花火が最後に輝きます。こちらも日本最高峰の芸術作品です。